皆様こんにちは。毎度おなじみユニコードでございますぞ。本日もお騒がせいたしますぞ。本日は行動音楽祭にお招きいただき誠にありがとうございます。自分たちで申し込みしたし、わざわざ辞退も取り消してもらったんだけどね。それでは縁も竹縄でございますが、そろそろ曲の方に行かせてもらいますぞ。ちょっと颯、ミチルめちゃくちゃ動揺しちゃって MC ガッタガタなんだけど、だいたい3人だけで出てどうするのよ。歌う。また無作？さあ皆さんお手を拝借。よーポン。ってこれじゃ一本締めなのだ。締めちゃダメなのだ。ミチル、なんだそのオープニング MC、 まさか緊張してるのか？緊張するようなタイプだとは思わなかったけどね。ミチルちゃん面白い。どう見ても緊張してる感じだけど、それが逆にお客さんにはウケてるかも。なんだその MC は。だから練習プログラムを組んだのに、パフォーマンスだって未完成だろ。なぜ僕の言うことを聞かずに勝手に出場するんだ。しかもココアとハヤテまで。さあミチル、一人漫才は終わりにして歌おう。何が一人漫才か。でも歌うのは賛成なのだ。ミュージックスタート。本当にこんなのでいいのかしら。あれれ、メインボーカルはミチルちゃん。あのバーチャル宇宙アイドルの子はどうしたのかな。市橋ルミナちゃんね。どちらの学校の生徒でもないけど、ちゃんと出演は許可したはずなのに。もしかしてサプライズかな。あれどうしたって思わせておいて最後にバーンって。いやいや、くるみさんじゃないんですから。でも確かに妙ですね。まったく見ていられないな。仕上がりは 60% 程度ってところか。技術的に細かいミスが目立つね。確実に成長している先輩たちに比べて、この伸びではかえって悪印象というものだろう。言ってやろうと思ったが、これで僕が参加しても意味はない。むしろ僕がいないからこそ未完成なんだと思ってもらう方が戦略的にはマシだ。まずいわね。やっぱり観客の反応が落ちてきてる。ルミナ師匠はきっと見ているはず。来るよ、ルミナはきっと来る。だから歌うんだ。ミチルが一番わかってるでしょ。当たり前なのだ。だから私たちにできることは歌い続けること。そうね、せっかくのステージだもの、楽しまなきゃ損よね。うん、それでこそ。不安と焦りの色、だんだん薄れてきた。うん、不安定可愛いから自信満々可愛いに変化したよね。あんたは何を感じ取ってんのよ。でも私もわかります、ワクワクする感じ。みんな、だんだんエンジンがかかってきましたから。ユニコードはこんなものではありませんぞ。何せ宇宙一を目指しておりますからな。その通りさ、僕たちは宇宙一を目指しているんだ。だからもっともっとすごいパフォーマンスをしないと。宇宙一にならなきゃ意味がないんだ。それなのになぜこんなに楽しそうに歌っているんだ。お前らはこんなもの見続けていたって。今のはなんだ。急に声が聞こえたぞ。え、
エラーがまだ残っていたのか。聞こえたんじゃない。思い出したのか。男性の声。思い出す。そんなバカな。AI が出会った人間を忘れるなんてことはありえない。声はメモリの断片。いや、修復された初期記憶か。わからない。自分がわからない。自分だからこそわからないのか。くそ、イライラするな。ミチル、気が流行りすぎてテンポが速いぞ。ココア、そこは笑顔じゃなくて真剣な眼差しで。ハヤテ、また勝手なアドリブを入れたな。見ていられない。そこはもっと違う。それよりもこんな未完成なライブ、畜生、見ていられないや。こんな未完成なライブなのにワクワクしてドキドキして、見ているだけじゃ我慢できないや。3曲目いきますぞ。あ、メインモニターに一星ルミナちゃん。やっぱり演出だったのかな。これは、いや、そういうことにしておきましょうか。地球のみんな、お待たせしたね。宇宙最強のバーチャルシンガー、一星ルミナだ。